高岡龍谷高校では総合調理実習の一環として洋食の料理人や寿司職人などさまざまなプロを講師に招いて技術を教わっています。生徒は実習を通してその料理の魅力を学び、就職先の選択肢を増やすことができます。今日は180年以上の歴史を誇る高岡市の老舗和菓子店大野屋の大野隆一社長と2人の職人からまんじゅうなど4つの和菓子の作り方を教わりました。大野屋の和菓子製造部島田茂主任と従業員で高岡龍谷高校 OG の小山幸恵さんが実演をしながら調理を指導しました。はい、その時小指のふくを出したところでこうやったらやりやすい。参加した調理科の3年生35人はウイローのほおずきやきんとんのこぼれはぎなど手で形を整えながら丁寧に作っていました。繊細な作業が多くて難しかったです。なんか見て感じるっていう心は大事だなと思いました。和菓子でなくてもいろんな面でも活かせたらいいなと思います。作った和菓子は生徒が持ち帰り家族と食べるということです。